はい、皆さんこんにちは。日曜日恒例の大人中の時間がやってまいりました。ですね、今日皆様にご覧いただきたい商品なんですけれども、この羽織です。トッパーといいますか、すごくこれね、めちゃくちゃ伸縮性があるんですね。こんな風に伸びるんですね。すごく楽で、ちょうど今の時期って本当は暑いのでシャツとパンツ、シャツとスカートっていう形でいてても、まあいいんですよね。本当はそれでも汗が出てくるような体質なんですけれども、ただおしゃれ的にはなんか普通に着てるだけで、なんかおしゃれ感がないよねっていう感じになってしまうんです。で、そういう時にどうしたらいいかっていうことで、そこでやっぱりお助けアイテムっていうのがこういう感じで、上に羽織る、今回はちょっと恐れがありますけれども、まあ、これ以外に、ベストとかね、羽織っていただくと、まあ、普通の、1枚だけのトップス、ボトムスっていうのがすごくおしゃれな雰囲気になると思うんですね。で、こちらの商品なんですけれども、ちょっと裾からこうガッと広がって華やかな、ベースは黒ですけれども、すごく華やかな感じになってると思いますので、普通の、無地のコーデに花が咲くっていう感じになると思いますね。で、私のようにこうちょっとビッグサイズといいますか、大きい私体なんですけど、全然もうすごく楽ちんで着ていただけます、はい、では続いてはモデルの福原の方に別コーデを、していただいてご覧いただきたいと思います。はい、じゃあこちらの方また別コーデになるんですけど、先ほど大西が黒の上下でモード系でコーディネートしてたんですけど、私のこのコーディネートはちょっとボルドーですね。ボルドーっていうかブラウンといいますか、ちょっと深みのある秋らしい色合いのこのニットワンピースの上にこういった形でトッパーを羽織らせていただきました。この変形がすごく特徴があるので、シンプルなデザイン、ちょっとカシュール型のワンピースの上にちょっと羽織っていただいたら、どちらも引き立てなくておしゃれになると思います。商品ページではお伝えしてなかったんですけど、こちら動画内で特典映像としまして、このちょっと角の尖ったものをこうちょっと中に入れ込んでいただいたら、またちょっと違った変形になりますので、そういった形でお楽しみいただければなと思います。続きまして、そこの上からまたコートも羽織ったら映えるんで、ちょっと羽織ってみますね。ではこちらがコートをレイヤードしたコーデになるんですけど、お袖周りがこんな感じですっきりしたトッパーなんで、こうちょっとオーバーサイズのコートを着ていただいても響かないので、レイヤードコーデには最適で、この中からこの膨れ寄りの柄焼きが白見せできて、本当に目を引くレイヤードコーデとなります。はい、いかがでしたでしょうか。最後はこちらですね。ちょっと全体が全体というかインナーが、ね、ネイビーで揃えております。カジュアルではないんですけれども、ちょっと個性的だったかもしれないですね。カジュアルのつもりだったのが これが個性的にしてしまうかもしれないですね。ただ私がさっき最初言いましたように、やっぱりこの年齢になるとトップス1枚ボトムスだけだと、なんとなくお腹周りとか、まあ彼女は私なんかとは全然違うんですけど、お腹周りとかがね、やっぱり気になられることが多いのではないかなと思うんです。なのでこういった感じでちょっと上から羽織っていただくだけで、おしゃれな雰囲気にもなりますし、気になる部分も隠せますし、すごくお役立ちアイテムだと思いますので、まだいろいろね、まだまだこれから使っていただくことは多くなるアイテムじゃないのかなっていうふうに思っております。またね、いつものように商品ページの一緒にご覧になっていただければと思います。じゃあ今日は今回はこの辺で、バイバイ。